あれは僕の場所なのに、ベッドを取り戻すためワンコが取った方法とは？今日もいい天気から、音符。僕もこの素敵なベッドでくつろぐ、2匹のワンちゃん。すぐ傍らにある窓からは、爽やかな日差しが差し込み、絶好のお昼寝日和です。音符。から。しかし、遠くを見つめるこのワンちゃんには、安心してお昼寝できない事情がありました。そう、すぐ傍らで、じっと物言いたげな視線を送るブルドッグくんの存在です。そこで何してるの？静止画か、と思うほどに動かない両者。晴れた日の平和なひとときに、不穏な空気が漂います。あのベッド僕の、なのに。すると急に、ブルドッグくんが動きました。ご主人。と、泣きつくかのようにやってくるブルドッグ君。実はこの気持ちよさきなベッドは、もともとブルドッグくんのもの。彼は、いつの間にかベッドを占拠され呆然としていた被害者だったのです。僕のベッドなんですけど。自分ももこもこベッドでくつろぎたいブルドッグくんはワンちゃんへのアピール。強烈な視線を送ったり、上半身を揺らしてワンちゃんをビビらせようとします。一方の本選挙ワンちゃんは、そんな頑張りなどどこ吹く風。遠い眼差しをしたまま、ブルドッグくんを一個だにしません。ちょっとひどくない。悠然と構える選挙者にアピールを繰り返すブルドッグくんも困惑気味。ご主人あの子僕のこと見えてないみたい。と、戸惑った顔を向けてきます。ねえ、ねえそろそろ自分のベッドに帰りな、よ。どうすればどいてもらえるのかわからないけれど、ベッドを諦めきれないブルドッグ君。ひたすら周りをうろうろしながら、至近距離での視線を送ります。僕の気持ち伝わった。この粘り強いブルドッグくんのアピールには、さすがの選挙ワンちゃんも音を上げた様子。しょうがないな、から、とのっそり重い腰を上げました。やっぱり自分のベッドが一番だよね、音符。ようやく、ブルドッグくんは慣れ親しんだベッドの上へ。僕頑張った、よ。と言いたげな眼差しが可愛いですね、音符。
自分より小さな相手だからといって力に物を言わせず、粘り強くアピールを続けたブルドッグ君。その忍耐強さは、君の素晴らしい個性だね。これからも皆と仲良く過ごしてね、音符。ブルドッグくんの粘り強い交渉術はこちらから。喧嘩が起こらなくてよかった。と、ブルドッグくんを褒めたくなります、音符。